空開始。また5でか。ちょっとこの辺相手の時間見せて。こうしようか。ご機嫌中飛車。中飛車右穴熊。いや穴熊あまりやりたくないな。基本的に私あの王様はね左に囲うの嫌なんですよね。畳の囲い。あ、詰められちゃった、ね。身の囲い。まず穴熊なのか身の囲いなのか自分の意思がはっきりしなかったな。こっちも詰めちゃおう。それならおあいこでしょう。しかし相手もいやこれなんか次にこう飛車を回られるとまずいですね。ほんとね、時間切れでね、勝負つくことがほとんどですからね、3切れなんて。2分30秒。つながってく？詰んで勝つな、詰まして勝つってことないですからね、あんまり。まあ一応こうなって。これ、ひわ、ぶつけられたら取りますからね、私ね。3系の場合は考えずに取りますからね。あのいちいち考えてる暇ないですから。考えたら負けですから。これはもうこうやるんですよ。これはもう引けばいい。飛車は取ると玉ですね。当然玉です。これはもうあこうだな。問題ない。同玉。これで受け切って勝つっていうのはまあ定番のパターンかなと思いますけど。何これ何時間が負けてないんでチャンスありますね。これはねさっきちょっとあの時間切れ負けしちゃいましたからね。2分。まあこれ取って同歩に角が進む。何これ。いいよ別に平凡に。そうなのよ別に相手の技と大技気にしてたらダメですか。同歩に角を進めついて。これは優勢だと思うけど、ただあとはもう時間ですよね。時間ですからね、すべてはね。これ逃げとこかな。逃げたら一応ケーキを取られないけど、次馬引きとか、あれこれ取る。取ったら何か技がかかっちゃうんじゃないかとか、そんなこと考えませんね。取れるものは何でも取る。一歩ありがとうって感じですね。これも取る。知らねえ。あ、そっか、そうするとこうやるのか。金を、これでいいやん。銀を打ってきたらもう、これで逃げちゃうわ。まあ私はいつもね、相手の指し手を信用しないですからね。まあ相手も自分と同じぐらいヘゴいと思ってますから。取れるものは取る。駒得は正義ですからね。はい、どうもありがとう。大駒ありがとう。ありがとう。これ銀取ってきたら、次に逃げて。あ、逃げると桂馬打ち？いや、普通にこれ歩突きとかいい。1分30秒。でも、こうだよ。これ取っちゃえば、金取っちゃえば完封ですからね。もうこれは金をいじめていくと。もうこれこそ露骨にやっちゃおう。これで安全にしていけば勝てるでしょ。桂馬って攻め合ってもよかったか。何これ。まあこうする。とにかく私の方はもう奇抜の手は一切やってません。もう駒得重視でね。本当ね、あの初心者が好きな駒得コースと。お前の勝ちだ。でしょ勝ちでしょ、勝ちなんですよ。はい、ありがとうございました。